おまけの夜でーす。どうもー、柿沼です。ジャガモンド斉藤です。なんかね、もっちゃん怒ってるらしいのよ。あのもっちゃんねるの。そう、怒ってますよ。低い怒ってるでしょ。怒ってます。どうしたもっちゃん。最近、YouTube にある映画の本編映像を使ってオチまであらすじを紹介する著作権違反チャンネルに怒ってるんですよ。めちゃくちゃ怒ってるでしょ。なんでそんな怒ってんのちゃん。まあ著作権違反じゃないですか、でもすごい再生数も多ければチャンネル登録者数もいて、コメント欄では応援されてるんですけど、嫉妬してんじゃないこれ。嫉妬ではないんですよ。違うの違うの。自分より伸びてるからとかじゃなくて、表向きはこの動画によって映画をね、いろんな人が知ってくれて、俺たちは映画業界に貢献してるんだっていうような大義名分を掲げてやってるようなチャンネルが多いわけですよ。まずは本当にそれが映画業界に貢献してんのかってとこで、私はしてないと思うんですよ。映画って決してあらすじだけじゃないじゃないですか、そう、それ以外にも良さがね、見るべきとこあるからね。作り手がいろいろこだわった要素があるのに、勝手に使われた上にあらすじだけギュッと短縮されたら作り手側も多分ムカつくなと思って、中には明らかにお金目当てってチャンネルもあって、結構バンされるわけですよ。その対策のために動画を出して、数日したら消すっていう。それでバンされないようにするみたいな悪徳チャンネルもあれば、逃げるとそう、金儲けですよ。顔出ししてるっていうチャンネルもありまして、それに関しては単純に多分自分が悪いことをしてるって意識がないんですよね。自覚がない。自覚がない、YouTube って結構テレビも含めて違法アップロードもあるし、やっぱ若い人になればなるほど自覚なく使っちゃうし、やっぱそれを助長してる面もある。ほう、なるほどね。顔出ししてる人っていうのはその罪悪感すらないんじゃないかと。当たり前じゃんこんなの、この時代はって思ってやってるってことだよね。それかよっぽどネットリテラシーがないか、どっちか。いや、そうだよね。そうだな。でも多分やってる側はネットリテラシー高いと思ってる可能性あるよ。そういうのもあって、ああいうチャンネルを野放しにしていたらいろいろ悪影響があると思って思ってるっていうのね。なるほどね。画像は実は引用は、世の中記事とかでも画像って使われてる。あ、ネット記事とかでもね、あるあるある。そういうのは映画会社が宣伝のために出してるものだし、例えば自分の感想を言うためにその画像が必要だから引用します。私はその条件に当てはまるように使ってはいます。だからもっちゃんが一番怒ってるのはあれでしょ、映画のためにはなんねえよってことでしょ。なるほど、そうだね、なんねえってことです。じゃあもっちゃん、はい、また来てね。じゃあねー。ありがとうございます。じゃあねー。